ここでの任務については、宿営地を作るという基盤作りの任務と、本体自治体へのつなぎをするという任務を我々、先遣隊はじめ一自治体の人間、施設隊は、そういう任務をするということが任務です。宿営地を作るというのが、まさに更地の部分から、天幕を立てて、宿営地を作り、その基盤のもとに、コンテナハウスを作ります。その基盤を作った中で、施設活動、エンジニアの施設活動を、地場周辺あるいはトンピン内で、活動を、オーダーに応じて実施をする、これが我々の、細かい、細部の任務になります。地場周辺については、安定しているというふうに、それぞれ聞いています。で、現に先遣隊選抜隊についても、活動をして特に、問題もなく、あるいはアンミセス司令部も同じような活動をしているというのが現状です。その中においては特に、問題はないという。